あ、あれはコンビニかなんかか。ニコニコ、まあそれは露骨、またニコが詰まってる。さっきのゼミ、そうですね。ちょっと見づらいけど、リンゴが、ここにもリンゴが詰まってますね。うん。北海道っぽい。ああ、ジバサは。そこまで若狭行ったことねえ。お、なんか、ローカルコンビニみたいなのがありますね。ん、宿まで10キロ。ケイマート、クラミツって書いてありますね。コンビニエンスストア K、クラミツ。朝6時、夜10時まで。で、なんか野菜とか売ってそうですね、あれ。ああ、合図の話はなんか聞いたな。そこで湧く。ちょっと店頭見るぐらいはしてみようかな。うん、サークル K じゃないです。K です。焼きたてパン手作り弁当。記念にですか。ああ、いっぱい売ってますね、野菜。ちょっと音量下げて。あ、ラ・フランス売ってる。1個50円だ。安い。玉ねぎの量が、あれ1袋2500円。ん？何の方向へ取ってきた？すごいな。グレープフルーツ50円。キャベツやっぱ安いですね。50円。でっかいウリも置いてある。玉ねぎ2500円。1個何円なんですかね。やった。で、中はすごいコンビニっぽい。中の作りはほぼコンビニですね。ほら、そこに、身だしなみ用品とか置いてあるし。ちょっと店内に映しながらあれなんで、見てきていいですか？ちょっと中私一人で見てきますね。セブン。結構おばあさんが今一人中にいました。農作業服っぽいおばあさんが。園長、あ、了解です。量が、野菜が売ってますね。あと20秒。パクリってのはないんじゃないですかね。物流も作ってる、チェーン店は物流も作ってるのが強いんであって、やり方側はもう特許的なものはないんじゃないですかね。チェーンだったり、壁の色を見る限りどこに属してたか、どこに属してたとかなさそうに見えますけどね。じゃあ延長して、弁当了解。あ、看板。これは向こう向けて映してもいいかな。じゃあちょっと中見てきます。何かあったら買ってきてもいいな。よっと。あ、セブン撤退最近よく見ますよ。撤退見た、いた、コンビニ撤退はよくあること、そうそう。
所詮フランチャイズだからオーナー辞めれば絶対除雪っぽいな。お、そうだ、オレンジハートって言ったね。コカ・コラのクマのデザイン初めて見た。雪はあるでしょ。わからんけど、次々とお客が、雪降るよ、ビットか、あら、めっちゃ有名でん。お姉さん、コンビニの撤退理由は夜間アルバイトの人員不足が多いらしい。行列のできるコンビニ。オレンジハートは全国区じゃないのか。儲かりまくり、長靴お姉様、残り3分くらいです。普通におばちゃんだったり、夜間バイトの時給が安すぎる。基本津軽は真っ白なイメージ。オレンジハートよりキュアハート。この辺山あいだからあんまり人住んでないよ。また来た、何の話をしてるんだ。クマが甲羅持ってるのって全国にある？田舎だと若い労働力が確保困難。静かなところだな、ここ岩手。青森。熊の絵は見たことないな。神奈川、静かでいいね。詳細見なさいよ。戻りました。本当にここ八百屋さんプラスコンビニですね。両方の要素がただ足されてる。すごいな。弁当もあったけど、ご飯別っていうタイプの感じには見えなかったです。よいしょ。というわけで、なぜか当店手作りチョコバナナクレープという。で、本当だ、コンビニエンスストア倉光、十面沢、あざ、早助森にって、ここのやな、多分。ここ本当にこんなの全部作ってんのかな。すごいな、信じがたい。これもですね、2、3個置いてあるんじゃないですよ、20個ぐらい置いてあるんですよ、これ。で、これ160円です。28日朝9時、今日作って、あさっての夜9時まで。で、さあいらっしゃいませ。手作り風っていうか、この店の中でそんな全部作ってんのかな。確かに店の中、コンビニプラ、コンビニの 1.5 倍ぐらいの広さがあって、コンビニ部分は本当にコンビニと全く同じレイアウトで、それプラス2箇所ぐらいで、出っ張ったスペースがあって、でかい方のスペースで野菜いっぱい売ってあって、もう一つが冷蔵物売ってましたね。おにぎりもありました、ありました。おにぎりもなんか作ってあるっぽいやつが。すごいなぁ。電子の森、どこだっけ、電子の森。本。お店の人は一人でした。だからなんか、この中で全部作ってるっていうのは信じられない。本はあるけど、ちょっと数少ないかな。また太る。うるさいな、太るとか、うるさいな。ん？この車両？店員はおじさんでした。
あ、うまい。見せて、店内、わら。店内はちょっとだけ写真を撮ってきました。そうですね、大人のものも多分あったと思いますよ。本とこれ見るの忘れてた。でもこれチェーンとかどうやってるんでしょうね。どっかのコンビニのサプライチェーンにの便乗したりするのかな。こんな1点だけでこんなに回せてるはずはないと思うんですけどね。すごいな。抜け箱。その模様？あ、これ？一夜干しっていうのは、あと、干し餅置いてありましたね。あ、今自転車から離れ、いや、こっちにポタファイあるんだった。食べながら野菜見せましょうかね。マックス、ドリンクの棚も普通の、うわ、普通のコンビニみたいな感じでしたよ。高いから。今日はどうするかな。だけ、リンゴとアップルパイと海鮮ちゃんぽん。キャベツ、これこっちは100円の高いやつで、向こうの方のやつは50円ですよ、キャベツ。キャベツ50円ですかね。ケマル何でしょうか。ダダチャマンみたいなの。ラフランスは安いんですよね。これラフランス。洋梨よりも小さいけど、これラフランス。あ、ケマル。20世紀の梨、ちょっと小さいけど50円ですね。香水50円。そう、私は去年、そう見られませんでした。丸かじる。あ、細長いスイカだ。銀河とか紅枕って書いてありますね。買わないです。キャマネは私も知らないので。玉ねぎ2500円もします、これ。これアメリカ製だな。ワシントンオニオンズプロダクトオブ USA サンセットプロデュース LLC プロサー WA って何でしたっけ。ワイオミング、ワシントンワイオミング、www.sunsetonions.com。 あ、これ右側のこれ、袋スイカって言い方初めて見た。あ、毛豆？スイカ、これ古いですね。ラフランスうまいですよね。読むようじゃないですか、これさすがに。玉ねぎ確かかなり長期間持つんでしたよね。サンセット。ああ、うまかった。ネギはこの束で50円ですね。安い。ここってもしかして結構、かなりメジャー店なんですかね。正直に。あ、スイカも海外産ですか。スイカとね、ここで買ったもんだからさすがに問題ないと思います。すごいですね、ここ。完全なコンビニ風なのに、地元客っぽい。青森ナンバー、やっぱ近くの人ですね、来てる人たちは。ああ、工事の人っていう可能性もあるか。見に来てる人たち。地元商品。ああ、でも、それだけで揃わないのもあるんでしょうね。www.sunsetonions.com。見に行ったからどうってことはないだろうけど。ここはすごいですね。
お弁当も今の時間なのにいろいろ種類揃ってたし、これクラミツっていうこのコンビニエンスストアは、いまいち結構有名なんじゃないですか、ここ。あ、今ここ了解です。まさに3点 C、 IC に。このコンビニいいですね。ツーリング途中に嬉しいな、こういうところは。うわ、流行ってますね。で、これは？伝わる。ああ、サークル系。なんでしょうね。抑止力コミってなんですか。うわ、あたたたた。ああ、GoPro がまた汚れた。ああ、セコマは面白み的にはそれほどないですからね。もう見慣れてしまったから。大丈夫かな？ついてないかな？ビッグホイール。ビッグホイール？後ろ姿がかっこいい。おう。電池切れかな？電池切れだ。急いで戻さにゃ雰囲気が悪くなる。やっぱなんか荷物ずれてきてるな。なんでこんなにずれてる。ああ、これが重すぎるのか。買いすぎたからな。さて。はい。再ポトファイ電池切れでした。切れでした。切れにしました。悪い悪い。ポトファイ常に持ち歩けるようにウエストバッグの中に入れたりしてるんですけど、それずっとやっとくと半日で切れるんですよね。失礼しました。忘れてた。あと20キロ切ってるはずなんで、すいません。で、今ここも出し直します。停止開始で、あとは大ため池っていうのを見て、で、宿ですかね。失礼しました。ゴープロ今撮れてるの確認しました。ありがとうございます。あ、待てよ。ゴープロ用の録音がちゃんとできてるかどうかを、パソコン側で録音ができてるかどうかを。狭い。できてる。よし。GPS ログも丈夫です。動いてます。24時間。いや、あれ？さっき6時から10時っていうのは、あの店のことだっけ？別の店のことだったっけ？
確か6時10時で今の店じゃなかったかな。お、気温下がってきてる。あの店でしたよね。6時10時です。ちょっと待った、あのリンゴの色が不自然だ。どんな店？あんな店？昔の7時に3時みたいだな。なんか桃みたいな色になってますね、これ。不自然だ。黄色から赤に変わるんじゃなくて、白から赤に変わってるように見える。単に種類が違ってこんな色なんですかね。なんか赤が鮮やかすぎるっていうか、なんか違う赤だこれ。というわけで納得いかないこの色は。玉ねぎ色違うんですねこれ、多分種類が。あ、何でお願いしますって。なんとかかざさずでお願いします。ああ、やっぱりこういう種類なのか。白っぽい。で、ちょっと気温が、赤く、なんか色がでも、色の過程が他のやつと違うなと思って。シート、あれは多分発色良くするために、下からも日当てるための銀色シートだと思います。ちょっとウィンドブレーカー、結構寒くなってきました。ウィンドブレーカー切るので、これすぐ取り出し袋からウィンドブレーカー。うわー、なんか落ちた。やった。ちょっと羽織らせてもらいます。向こうがちょっと騒がしい。あ、ん？違うか。なんかラジオみたいな声が聞こえるな。よいしょ。そう、すぐ取り出せる袋。この防水完璧なオルトリーブのバッグは、防水完璧な代わりに外にポケットがついてないんですよね。これは女子野球か。それかポニーテールがやたら多い部員だったのか。ジス？してこう、いやいや急ぎますので、先を急ぐ身ですので。馬の尻尾部、イルカの曲芸部、イルカの曲芸部みたいだ。領事は興味ない、笑、うん、ここ重要だぞ、泊まり給え、見学したらまた注意されるぞ。見学して注意されたことってありましたっけ。あのドラマ撮影とか芸能人がいるところで写真撮ったらやめてくれって言われますよね。で、ちょっと今下って風で聞こえませんでした。高架部ってなんか聞こえたけど、反論？ん？興味の意味が違うのかな。興味の意味が。よっ、私を隠し撮りしてもいいですよ。あの風呂とか勘弁ですけど。敵が撮影して徹底
駅か、あの時か。あれちょっとびっくりしましたね。お。もう夕方で、すぐに、私年齢が、すぐに気温下がりますね。うん。さっき野球、野球ビルの中で私のことに気がついて、なんかじっと見てる子供がいました。本当に何だろうって顔してましたね。あそこのとこ詳しく教えてあげてもよかったんですけど。うん。ここに入ってるサイン。今サイン書くとどんなサイン書けばいいんだろう。ん？不機嫌。こっちの道来たら面白くないか。見ますかね。つけてる事案って。これ右の方に行ったら面白くないのかな。変なとこに行かされそうだ。まあ、東方に限らず。いや、この右の道行ったら面白そうだ。あと1時間で。右の道行って、元の道行けますね。Google 自転車です。まあ同じようなもんですね。あれ？床市内？あ、床市内ですね。すげえ。床市内です。床市内保育所っていうのがこっちにある。こっちの右行ったら、ちょっとショートカットしつつって、さっきもなんか同じようなことしなかったっけ？そのうち。うん、はありそうですね。私の方がだいぶ軽装ですけどね。ん？背中に生ハゲ麺を？で、どうでしょうか。なんとか大ため池。なんて名前でしたっけ。あ、スマホで。スマホの場合は、精度的にはもう今全然問題ないのかな。羽黒神社。自作、うん。砂利道になるわけないじゃないですか。留め木に。生ハゲ。エッジ800。サイコンプラス GPS のやつですね。逆に。あ、なんか面白い道になってきた。集落中通るかと思ったら違いましたね。ちょっと面白い感じの道に。なんか峠っぽいですね。でも街灯ありますよ。あと焦げ臭い。まあ出る可能性はありますね。これどこから煙が来てるな。電波ないっすか。所詮、でもさ、ヤビス峠じゃかじられたっていうし。ショートカットして面白いとこ逃したりしてないかな。電波ない。やっぱりなんかギリギリ用途はなり続けてますね。平野に。エッジ800買ってない。
お、車来たか。借りるだけなら何でもあるよ。走る。車通りますね、この道。ガタガタ舗装路から、あ、動きました？スガロは、あ、そうなんですか。フレームひび、なんかそういう音に確かに似てるんですよね。見たところ明確なクラックは見えないです。でも乗った状態で見ただけだからちゃんとチェックしないと分かんないですね。ああ、舗装が良くなった。ん？ぶ？いい道、なかなかいい道でしたね。岩木山系に入るけど。ん？岩木山系？マジで確かに。で、少しショートカットできましたね、この道で。あれ猫か。プラスリもチェックしないと意味あるかもよ。猫だ。裏筋、裏側ですね。ある日森の中で一度くらいは熊さんに出会いたい。熊さんに、まあ出会ってもいいかなと思いますけど、被害に遭いたくないな。左方向に。緩んだまま、何が？はっ、この辺りは何なんだろうな。うん、鳥の声。あ、これは梨か？違う違う、洋梨だ。うん、洋梨と、あとリンゴ。恫喝魔さんに出会ったら、とりあえず恫喝してみたい。恫喝。この前、奥多摩周遊で猿50匹くらいの大集団で、50匹猿集団でいますからね。運命の熊に出会えるといいですね。運命、そうですね、運命の熊に出会えるといいな。いいな。竜巻が来たら吹っ飛びそうな家だ。竜巻が。なんかこの白さが。延長の時間です。あ、延長の了解です。ありがとうございます。今手動でしかできなくなってるみたいなんで。よいしょ。熊さんいないのか。津軽熊千代は津軽の英雄なのに。津軽熊千代？私かじられたり、なんかどうかしたことないな、猿は。よし。手動延長しました。で、これで、合流する道、右に行ったら、あの、ため池のとこですね。延長しました。さっきの色だ、このリンゴの赤。もうちょっと先か。芸者さん。犬は苦手ですが、猿は昔猿回しをやってたろ。猿回し。じゃあ。この部屋から来た。よいしょ。
夕方ですね。気温がすぐ下がるな、こっちは。こんにちは。今日は何キロくらいですか？あと10キロぐらい、ここは町じゃないかな。地図で見ると野田町っていう風に見えるけど、野が自信ない、野じゃないかも。なんとか田町、この道だ。うん、今日は軽いうちに着きそうですね。うん、お尻は今のところ全然問題なしです。まさか残り時間が正しく残り3分って言いますね。モンタミンです。津軽富士巫女って名前でしたよね、確か。ため池、私はなんか富士巫女っていうのを見て予定ルート入れたんですけど、地図見るとため池って書いてありますね。津軽富士巫女となんとか大ため池は一緒のものなのかな。マクドナルドの鳩か、あれ、そう、マクドナルドのそれは試します。何ですか、一体。試しますから。頭と今日の炒め干しのラーメンか、カレー食べてほしい。ん、秋の空、頭と、そばでもいいっていう話はどっから来たんですか、今何に繋がってるのかが分からなくなってしまいました。富士山見えます、見えます。あれ、あ、いた。あれが津軽富士ですね、今。で、あれが池に映るところがあるらしいんですけど、風がないから結構条件いいんじゃないかな。日没方向はちょっと違うか。ダイヤモンド津軽富士とか都合よく見られないかなと思ったんですけど、煮干し？スバルの煮干し。でっかい方。なんかでかいため池です。うん、岩木さんですね。斜め後ろなんでちょっとカメラ向け続けてられない。うん、郷土料理の何を？スバルヘア。ああ。そうそう、陸地の中の方にあるんだけど、標高数十メートルもないんでしたっけ。あ、来てないですか、来てないですか、映像。まあ、また池に着いたら。で、ちょっと待ってください。池は2つあるんでしたよね。今もうすぐ行こうとしてるのが、周り石大ため池。映画ですか。で、それ見た後は、カメラ向けても見えません。見えないですね。ため池まで行ったら、その後は、Google マップで見ながら、今ここも消えました。木作りを、あ、手がないです。画像を飛ぶと。今ここも。まあ、ため池にもうすぐ着くんで、そこで、今ここは今出しとくか。10秒だから。よし、とりあえず今ここは出しました。で、今は割と広めの2車線道路のをだらーっと下っていってるところです。で、左右は森だったりリンゴ園だったり、それのどっちかかな。あ、はい、金で解決できるものならば。煮干しにする。倍だと3400、ん、3200。温泉、あ、そうだ、宿の近く。まあ、いっぺん宿に荷物置いてからかな、温泉行くのは。
まあライダーハウスでも情報聞きたいし、ああ今になってまた少し眠気が。でもうそろそろため池のはず。うわ、いや結局昼寝は15キロもありますか。結構あるな。昼寝は結局眠気が覚めてしまいました。砂利道走ってたら、うん、なんて、そのトラクターを追い越していきました。リンゴ畑とあとは林みたいなところ。あ、鶴の里、ふるさと館。どこに？それ運が悪いですね。あ、動きました。ふるさと館っていうのがありますけど、これは何ですかね。何ですかね。県道で、北海道、そうですかね。それはそれで、あそこはあそこで面白かったですよ。ふるさと館、やった、トマト数変化なし。なるほど、これは何なんですかね。金星ですか。金星ってビーナスか。16時で、まあそうでしょうね。で今じゃないですか。今閉館じゃないですかこれ。ああ、なんかあそこのなんだっけ、入り口とかの輪っかになってるの何か所か他のところで見たことがある。北海道とか、北海道とあとあれどこだっけ、あの輪っかのこないだのどこだっけ。でこの前の道行ったらため池に行けたりするんですかね。ふるさと館は旧川村家、庄屋さんですか。庄屋だったみたいな情報も特に書いてないですね。左上から縁側、寝間、寝間、台所、かまど、展示室、過去、ふるさと、稲部、馬屋、土間、土間、男便所、女便所、板の間、女医、玄関、茶屋、水屋、仏間、LDK ですか。女医って何ですかね、女医。ひらがなで女医って書いてあるんだけど。太宰治の実家、確か広、実家じゃない、下宿先が確か弘前にあるんでしたよね。観光案内の人が言ってました。私のふるさとは古河市です。西川は誰ですか。口が回らないですね。どこに行けば、これはこっちの方に遊歩道があるんですかね。フロオウレンス。県道、これかな。これでなんか園庭だか橋だかみたいなとこ行きますね。あ、左が鶴の舞橋。鶴の舞橋ってさっきコメントでおすすめって言ってた場所ですよね。鶴の舞橋、荒野を、スパイダーマンだっけ、あの歌は。
おお、夕暮れだな。どうだっちゃ。綺麗ですね。こっちがその鶴の前橋がある方？道つるつる、いや、でこぼこです。木の根があって。ん？こっちから、あ、あー、なるほど。え、あそこまでこれ道つながってんのか。なんかすごいところがある。あの、細い錦帯橋みたいなのがある。結構歩きますね、これ、ある足だと。おお、いいですね。うん、実際今。おお、いい道だ、いい道だ。日暮れまだ1時間半弱。宿まで15キロだっけ、18キロだっけってあるんですよね。暗くなるな。すごいですね、あれ。あそこ見えてますか、あっちの方。なんかすごいのありますよ。うわ、ちょ、こっち側から、なんかこっちの方の道がありそうだな。で、ちょっと待った、これは、これは、まあ、いいや、まずここから、おお。でも湖面に映るって感じじゃないですね、ここからだ、ここからでは。ドガーは、大丈夫です。ここは、これが鶴の前橋ですかね。ただ、湖面に映る、津軽富士っていらっしゃいませ。湖面に映る津軽富士ってどこですか？でも、この、今湖面見るとそんなに静かな湖面じゃないですね。まあ、橋のとこ渡ってみるか。日暮れまでここにいたらちょっとやばいです。ここテクニック要求されますね。よっと。まず下ろして、乗るのやめておこう。 M9 ですよ。で、この声何でしたっけ。何の声だっけ、これ、鳥の。乗って落ちるネタの出番ですよ。乗って落ちる。ロボさんなら担いで渡るはず。狩りの声ですか、あれ。今の聞こえましたよね。本当に錦帯橋に似てる感じ。錦帯橋に似てる感じですよね。遠い空で、赤トンボがうじゃうじゃいる。この歩いて先からぴょんぴょん、あの、鶴の声ですか、あれ。鶴ってあんな声だっけ。一応に渡りました。うっかり落ちたらえらいことですからね。クククと、よいしょ、クククする BMX。 ふう、アイリスの小道、アイリスの小道。うん、多分もっと楽に来られる道があったんじゃないかな、ここは。そう、アイリス山。影で乗る？出たー。あ、タンチョウの枝。あ、トイレじゃないのか。あ、B&G だ。極ゲーシ。日本で一番長い木の
木の橋、一番長いの確か静岡じゃなかったですか？あ、なんだっけ、あれ、宝来峡だっけ？ットホーム。ブルー教え&てグくリーれンなだっい？たはずです。で、何がブルー&グリーンだかよく知らないです。じゃあこれは、橋歩いていくためには、ポタファイ持たなきゃ。これ多分、車道に出るもっと簡単な道ありますよね。まあいいや。さっき電池切れたばっかりだからあんまり長時間は稼働しなでさせられないですね。自転車でこれ渡るべきとこじゃないかなと思うんで、これは鶴の舞橋。おお、広っ。いや、滑んないです。広いな、この水。ため池か。これため池なんですかね。十和田神社、あ、この先にですか。鶴舞橋でございます。イベントありがとうございます。ため池が正式な名称なんですかね。あ、望む、ありがとうございます。でかいですね。GoPro は、動いてます。大丈夫です。ありがとうございます。鶴の舞。人妻か。あ、そうそう、回り堰っていうのが正式名称ですよね。回り堰、せーの。GoPro メディア切れか。今の GoPro の音はメディア切れかな。ちゃんと動いてるかどうかって言った瞬間でしたね。じゃあちょっとメディア交換かな。6時間。今そのタイミングでした。今の落ちただろう。これはやらかしたな。今ここちょっと待ってくださいね。今のやったな。下の方でピンとか音がしたから、64GB、64GB が落ちた。今ですね、ケース開けた瞬間に 64GB の爪の先みたいなメディアがピンと落ちて、事件ですね。結構な事件だな。いくらでしたっけ、今あれ。まあ、中身が入ってない方でよかった。そう。今、見落としてないよな。落とした。ピンってなって、しばらく経ってもう一回ピンとか音がしたから、どう考えても、今隙間から落ちたよな。やっちまった。アイのメモリーが、中身は空っぽでした。使ったやつじゃないんで致命的ではないです。いや、致命的って言っても数千、1万近くしなかったっけ、あれ。8000円ぐらいじゃなかったですかね、64GB。なしが。というわけで GoPro2 と、これがノーマル SD カードだったら、まあ落ちたかもしれないな。いてー。いいお勉強しましたね。あんなとこでは二度とやらない。ふー。拾いに無理。
橋脚なんで、しかも多分水の中に落ちたと思います。そう、思い出は変えない。鶴が持ってきてくれますか。いやー、やっちまったな。農業用の数千円分だからちょっと痛いですね。いや、浮いてきても取りに行けないです。あと、あ、浮くのかな。あ、ちょっと見てみるか。しっかり、あなたが落とした。いや、どう考えてもそこら辺に流れ着くわけないよな。ものすごい確率がなんかすぐそこに流れ、プカプカ浮いて流れ着いてたりしたら面白いんだけど。人柱として、そうですね、命綱はないというか、あんな小さい目で草むらに落としただけでもアウトだと思ってたんで、こういうとこだと 100% 無理ですね。しばらくはここですね、この辺りですね。奇跡が起こった。そこら辺になんか赤とグレーのやつが、がっかり感。もしかしてこの橋脚だったりしないかな。この橋脚で、うわびっくりした。うわうわびっくりした。びっくりした。よっと、びっくりしました今。ああびっくりした。今10センチぐらいいきなり沈み込んで、やられた。びっくりした。いやー、靴とか靴下とかダメになるとこでしたね。カードが落ちてないと思う。まあ中身空っぽのメディアだったから諦めよう。今ちょっとびっくりしました今の。動画検証して、ブルギルが、あの足跡消せないです。勝手に鳴らされるんじゃないですかあれ。結構緩かったんで、しかもリズムで見つけたとしても、あの回収するために何か一人じゃできないから、誰かに頼んだりしたらコストが割り合わないですね。で、今の GoPro 撮れてないんですよね。そういや、ふう、連続発生しましたね。カードは沈んだんだと思います。橋の上にはさっき結構見ました。ないはずです。米稼ぎ4つ。何アップするんですか。350年。なるほど。今から落ちましたね。じゃあタイムシフト、泥靴、嫁次第です。何の話、何があった。 64GB のメディアを橋の上から落っことして、まあ、中身空っぽだったから致命的ではないんですけど、で橋の下見に行って、泥っぽいところの上に足踏み入れた瞬間に10センチぐらいめり込んで死ぬかと思いました。ですね、 GoPro2 のカードの予備は結構あります。泥だらけ、こんな感じ。びっくりした。中身そうでしたね、発狂してましたね。毛の掃除、それでもまず見つからないと思いますよ。コンタクトレンズみたいなもんだし。まるで漫画ですね。私もそう思いますよ。
輪ゴムどこ行ったっけ？輪ゴムは。ちょっと待ってください。泥だらけ。とりあえず中にはまだ染み込んでないと思う。よっと。自転車も。で、ちょっと待ってください。今 GoPro2 に切り替えるためにいろいろとやんなきゃいけないんですよ。輪ゴムどこ行ったかな？よっと。自分がですね。もう探さないです。もう諦めた。そんな64ギガのカラメディア1個ぐらいどうってことないっすよ、社会人だし。これと、運がない。よっと。千年。よっと。二度と忘れられないですね。ここのところタイムシフトちゃんとデスクトップ録画しないとな。よっと。靴は泥だらけが、で、ちょっと待ってください。今、輪ゴムを、GoPro2 を、自作マウントに固定するための輪ゴムを。よっと。泣かない。全然泣いてないですよ。つけよう。よいしょ。コンパクトすぎる、全くなんですよ。扱いづらいよ。気持ちいいですね。こっちは今いろいろあったとこですよ。よっと、また太ったって言いやがった。マイクロ SD のことばかり。よっと。まあ、GoPro 本体が落ちたりしたんでもないし。涙声。ああ、しまった。今思いっきりレンズのところ指で押さえてた。何が記録されているのか。64ギガだからな。動画とかどんだけ入るかわかんないですよね。録画と録、ああ嫌な事件だった。悲しい時に。このネタいつまで引っ張るんだ。もう引っ張らなくていいじゃないか。5000円ぐらいでしたっけ？そう、小さすぎるんですよ。だから私、マイクロ SD はあんまり好きじゃないです。よいしょ。ちょっとレンズ今汚してしまったんで、GoPro2 を、GoPro3 用のマイクロ SD の64ギガのマイクロ SD メディアを落としました。延長時間か。というわけでこれです。SD カードは入れてるな。よし。で、これをヘルメットにマウントして、家康。64ギガいくらだっけな。一回転撮影って何でしたっけ。よいしょ。あれ、30年。サンディスク。だっちゅ。これがなかなか固定しづらい。命綱つけて、よし。準備できた。勝ちなし。サンマバンダナ。高くつきましたね。元取らなきゃ、元。ここは、大溜池っていうとこです。よっと。よし。で、角度は、まあ、これはもうどうしようもないな。サンディスクはサンディスクじゃないんですか？よっと。綺麗ですね。そうですね。マイクロ SD は、しかし見事に隙間から落ちてったな。トゲノム。そんな感じか。
あ、カクカク、ああ、惜しいな。で、音声と合わせるために、時刻合わせるために、と。結局渡りますよ、もちろん。決まってるじゃないですか。あ、延長しなきゃ。90、16時27分。延長今します。で、こんなことやってる間に今、ポテファイの電池がなくなってきてるので、ここ渡っている途中で偉いことに、まあ、ここも、はい。こうして、ここ。そう、64ギガの容量がある池ですよ、これ。500メガの。はい、ハプニングありました。64ギガバイトのカラメディア、マイクロ SD のカラメディアを、この橋の隙間から下に落としました。見事に。で、その下回収、様子見に行こうとしたら、ぬかるみに足が10センチくらいめり込んでびっくりしました。落ちてないよな、本当に落ちてないよな。違うところに。そう、その可能性もあるんですよね。ないよな、ないよな。どこに落としたか目印つけときゃよかったな。価値なしですね。この模様にはもうなってなんか、いや、もうちょい上か。64ギガ増えました。隙間に。でもさっき落とした直後によく見たんで。する次は何が？おいくら？5000円だったか8000円だったか結構したと思うんですよね。隙間から音の感じから言って、下のコンクリートの橋脚に当たった音が聞こえたと思います。ピンピンっていうふうになんか2回音がしたんで、下を見るのは GoPro ごと。隙間に落としましたね。5000円ぐらいですかね、今。まあ5000円ぐらいだったら別に、ほら、データ入ってたわけでもないし。で、予備に GoPro2 も持ってきてたから全然痛くないし。金持ちですからね。そうそう。さっき危うく底なし沼に。1%。いいの、いいの。見えたり見えなかったり。いや、でもだいぶ探しましたよ、さっき。マイクロ SD なんかなかった。いい思い出。高い思い出だな。金の。この隙間に。大丈夫大丈夫。すぐ忘れるから、こういうことって。おいしい。なんかあそこに宗教的な建物ありますね。5000円か。おお。本体だったら、それでも回収にはいけないですよね。泳ぐわけにもいかないし。そう、諦めが。絶対思い出さない。火つける？で、さっき足がめり込んだってことは、あの辺りの茶色とこも全部そうなってるんですかね。鳥、飛んでます。まっすぐ落ちたっぽいです。戦車。来たのに。ああ、綺麗綺麗、癒される癒される。やっても。よっと。何もなかったな。なんかコメントだけ盛り上がってましたよね。なんかあったんでしたっけ？よく覚えてないな。リスナーのせい。リスナー、あ、じゃあ弁償してください。弁償して、弁償して。64GB の、マイクロ SD カード。でも本当に、本当にデータが入ってなくてよかった。
先が分からないですね。行ける行ける大丈夫。あ、これに。そうそう。いつまで。うん、景色綺麗だからですね。あ、なんか変な雲がある。おお。10倍返しだ。ステーキ、え、なんで？なんで？あ、広告。バルクシナ、うん。なんか、うん。え、30センチ？てよこ、あ、そうそう、なんかでかい箱に入ってきますよね。たまに簡易包装で来るけど。たまにあの封筒的なもので来ますけどね。うん。で、一応向こうまで行っときますかね。あ、GPS 持ってくるの忘れた。GPS ログもこっちまで取れない。ある。うん。なんか騒いでる。なんか若者たちがうおーとかうわーとか言ってますよ。うおーとか、あの声出せねえ、あの声出せねえ、裏返ったあの声、あのふーとかいう感じのあの裏返った声、何なんですかね、聞こえるかな。いや、若者っぽい声ですね。しなくなったな。で、こっち渡ってきたらなんか見た方がいいものあるんですかね。集団、なんだろう。八橋、何八橋があるのか。バーベキュー、わんぱく広場。タンチョウズル自然公園。売店。鶴の里。自転車、ああ、そうですね。これで自転車まで盗まれてたらもう、踏んだり蹴ったりでも怒って寝る、ここで。ここは青森水辺の里、津軽富士巫女。津軽富士巫女か。ん？で、鶴の前橋の概要、ミネコで。データの。この辺りだったかな、この辺り。この辺り。じゃあ戻るか。ふざけて身を乗り出さない。保護者の方を、お子様の手をしっかり握ってください。自転車オートバイは通行禁止。すべて守ったが。トラウマ橋。トラウマ。あの辺りにですね。まあでも旅行の最終日前っていうのもまだ救いがありましたね。今日はもうあと宿に行って、で明日は多分急げばメディア時間中にあの SD カード64ギガ今2枚持ってきてて、1枚の時間内でもう新青森駅に着くんで。忘れた忘れた。帰ってアマゾンでまた買います。戸和田神社、あ、中に、あそこになんかあのなんだろう、あの玉ねぎ帽子みたいな形のあれが。忘れますね。チケット忘れ、明日でもいいかなと。SD カードを。次のネタはですね、三越かわいい。ラス前でしたからね。ミツバチ、ミツバチ。で、あ、次のネタはですね、さっきの落ちた場所を歩いてるときにパキッとか足元で音がするのが次のネタかな。ペキッとか言って。スカイリムですか。スカイリムってあれ結局、スカイリムってなんだっけ。あ、MMO か。
なんたらかんたらオンラインゲームか。なので買って。崩壊する、いえいえ。とんでもない。やっちまった。手下げしてください。やっちまったぞ。足の裏についてるかも読みてみ。足の裏。どれどれ。泥だらけだな。泥が詰まってるな。一応反対側に跳ね返ったという可能性もなくはないか。2回目のピンって音が幻聴だったかもしれないし。どれどれ。テントな。64ギガ。夏休みは結構いい感じでしたね。ポチャッとは聞こえなかったです。ただ下の橋脚に跳ね返ったようなピンって音が聞こえたと思うので、まあまず間違いなく落ちてますね。下に下まで。さっき落としたのは確かここらへん。なかった。戻ってきてたら。隙間に、そう、本当にそんぐらいのサイズですからね。ピン。ポケット、なるほど。ございません。ふぅ。海、え、海見えるんですか、ここ。どこ海。え、ここ海見えないですよね。自衛隊。落とした隙間は2ミリぐらいだったかな。2、3ミリぐらいでしたかね。5ミリまではなかったように見えたけど。ふぅ、あ、違う、ここじゃない。もう一度先だった。もう一個ありましたね。小さすぎるんですよね。いや、これ橋の上から落とすだけじゃなくて、草むらとかに落としただけでアウトだと思いますよ。探すためには草むらほじくり返さなきゃいけなくなるから大変だと思いますよ。もう一個同じ場所がもうどこだか分からなくなった。全くすり抜けましたよね。いや、あの、ちゃんと探しました。これ以上コストかけても効果上がらないと思うところまで探したんで。それ何回目だ。何回目だ。ん、空の色が不価値。サンディスク落としたら箸の隙間から。ん、八木さん、今八木さんなんて。貼って探しても。ああ、もう記憶の彼方になりつつありますね。うん、あなたの落としたのは赤のサンディスクですか。銀の8インチですか。いかやく8インチ未練ですね。1円落としてどこに落ちるか見てみよう。もう落とした場所がどこだか分からなくなりました。5万のレンズ落として壊しましたよ。わははやぎ5万の。なるほど、やった。八木さんのおかげで心の重荷が軽くなった。八木さんのおかげで。あ、すごいな、そこ。うん。そこになんか、あの、私と同じように足めり込んだ人の足跡がえらい長く続いてますよ。あの足跡はどうなってんだ。見えますか、あの足跡。えらく長い距離。名前変えとけばよかったか。みんな探すイベント。たかだか10分の1。もう一回落としてもなんか、繰り返しすぎ。多分入水したと思いますよ。うん。SD カード、マイクロ SD なくしてる人って結構多いんじゃないかな。さて、時間がだいぶ経ってしまいましたね。中古、うん、それも違いますね。体メディアだし。
紐付けるにしたって小さすぎるんですよね、マイクロ SD は。うん、あの隙間からパッと落ちるっていうのはなかなか珍しい確率だと思います。防水仕様の SD じゃない。スマートメディア、ペラペラのやつですよね。両方ありますね。よし、ナイスイベント。小さすぎですよね。GoPro も今まで通り SD カードにしてくれればよかったのに、 GoPro2 までノーマル SD なんですよ。さて、ここからエロに向かっては、あ、お願いします。選択か、強いな。ちょっと待ってください。やめにしよう、やめにしよう。あ、あと 8.5 キロぐらいですね。あれほど。ヒューバー、ここだ。部屋で落としても、私の今の部屋だったら大変だな。擦り込むとか言ってる人、擦り込み続けてだろ。事故らない、そうですね。温泉は近くになんか 1. 何キロのところにあるって話だったんで、まずはライドハウスに行こうと。夕食はどっか近くで。荒ぶって。とりあえずここからさっきの県道に一旦戻って。あ、そうだ。ちょっと待った。ライドハウスは夕食基本的にないです。部屋貸すだけっていうレベルなんで。よっと。さて、一悶着あった後の。あ、なんか落ちてる。一悶着あった後の私の自転車です。これなんだ。あ、林大の写真だった。あ、林大のあれだった。外出先からでも便利なスマートフォン版。リンゴ大学、青森リンゴの品種コラム、リンゴを使った料理のレシピ動画などを紹介しています。一泊1000円です。寝袋で寝るのか寝具があるのか分かりませんけど、まあ基本寝袋ですね。倉庫みたいな、あ、それはいろいろです。よし、気分なんで気分変えなきゃいけないのかな。で、ちょっと待った。よっと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 、階段か。ライダーハウスどうだろう、人いるかな。よっと、うわ、気持ちが、あ、大丈夫ですよ。よっと、 GoPro2 での録画は継続できてるんで、データ記録的にもこっちを見ている。え、小学校に温泉が。よっと、犬がこっち見てました。吠えなかったけど。泥の靴、うまいな、なんか今の上手くて腹立つな。落としたカード泥の靴はなんか腹立つな。あ、行き止まり。うまいと腹立つ。見てた。あ、どこがどうなってる、これどこから出ればいいのかがよくわかんないです。あれ、これどっから、あっ、あっちに出口ある。いいやった。刺したらそれこそパキって言いますね。 SPD に刺すはめ込んだら、よっと、屏風、
あ、390円。あれ？これどこに、どっから出られる？こっからこ、み、あ、ここもなんか温泉マークありますね。イベントの。そうですね。これなんか温泉マークついてますね、すぐそこの。回転、あ、ありがとうございます。単調ズル、この中に今いるのか？見えないな。あ、いる。ライダーハウスまであと9キロ弱です。うわっ、危ない危ない。鶴、そこに今、あ、いるいるいる。白いのが、うおい、あ、う。いや、うう、危ねえ。今、ウイリしました。ちょっと待ってください。よっと。危ない危ない。今、ウイリしました。あ、不審症。山頂いますね。またなんかやらかしそうになりました。よっと。なまら怖かったよ。ああ、単調鶴の声だったのか、さっきの。かかわかかわみたいな声。で、羽ばたきながらなんか歩き回ってますね。そうそう、単調鶴の舞ってこんな感じでしたよ。今1話が一方的にやってるだけだけど。64ギガショック、100メガショックみたいな。他にセンターから誰か出てきた。犬など、ペット連れ込み禁止。まだ動き回ってる。いやいや、疲れてないですよ。単調に食べ物を伝えないでください。さっきの渡り鳥。よっと。よし。泣いてる泣いてる。単調でもないと思うけどな。G ってゴールドかよ。アップルパイ、そうですね。おお、駐輪場が大きい。またのお越しお待ちしています。また来るよ、また来るよ。また来ると思う。海、あ、数日前にフェリーで八戸来て、埼玉まだまだ。鶴の鳴き声ですかね。で、ちょっと iPhone のマップ見ながら。また来たるわ。ん？何のですか？気温はまだまだ、今ちょっと温まったかな。左のこれが高山らしい。あ、シェパードがいる。シェパードがあれ、繋がれてんのかな？あ、繋がれてる。向こうにシェパードがうろうろ、こっち見ながらうろうろしてます。あれ、離されるともしかしてやばいのか。私は あ、今ここ了解です。ここまでキャンプ1回だけ。お恥ずかしい、キャンプ1回だけです。あと40分で日が暮れますね。うん。停止開始。うろ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 うしてる。吠えずに無言でガブッといくわけじゃないですかね。ん？何か変装してなかった。今の動画、なんか物、忘れ物してないよな。
あ、今出しました。多分いたと思います。今ここ、あ、エコバッグが破れかけてる。エコバッグが破れかけて食料が落ちる。これじゃあエコバッグやべー。意外とあのベアドゥの、うわー、しかもリンゴが、ベアドゥの袋があんまり重たいもの入れちゃダメか。いや、今ここ今出したつもりなんですけど、食料はまあ落としても別に。今落ちるとしたらリンゴとか落ちやすいかな。食料ぶちまけ。食料。今気がついたらそこの方が少し破れてきてるように見えます。あ、OK ですね。犬ここ。あ、あの道かな、ショートカットできるのは。お、カカシが。カカシが木の上にいますね。GoPro、そうですね。あの、ただ YouTube に上げたらそんなには変わらないです。元画質が結構違います。木は。青森滞在が6日間、ん？あ、違う、5日間。で、北海道は4日間です。木の上のイベントありがとうございます。バナナ。これ園庭の上だとまた水に見えるんですよね。夏休み全部消化したの。見ていくかな。うん、消化終わりますね、これで。何もなかった。うん、なかったなかった。いやー、いいか。さっき上から見たしな。じゃあ、こっち側のショートカット道で。いや、上はもう、もういいや。もうあの湖見たくねえ。では、こっちに。ん？水回りはやめとく。水回りは。いやいや、怒ってないですよ。岩木さんは今、左後ろか。いやいや。いやいや。1週間経ちましたね。今回の旅行、確かに割と早く感じるな。泣いて。コーラコーヒー100円よりと、これ自販機のことか。お、鶴田ワンワン王国。水難なるなんて半端じゃないっすよ。北海道にも鶴居村ってとこあるんですよね。そこも鶴はいるらしい。フェスを、土曜日か、初日フェスでしたかね、だったかな。うん、激を殺すけ。うん、雨はほとんど大丈夫でしたね。パラパラという、あの、中を走ったことがあっただけで、イオンに避難したりして。あ、園長ありがとうございます。じゃあ次の交差点に行ってからかな。そんなこと別に待たなくてもいいか。ふぅ、怒らせるなんて。今どこかを今教えます。元気そうですかね。更新サンマ役キャンプしてないな。よいしょ。今ここはサービス停止、サービス開始。現在地はですね、北津軽郡鶴田町です。まあ、鶴田町って分かったか。あ、待てよ。今チェックボックスを待ってるな。よし、これはコオロギじゃないですかね。スズムシはもっとリンリンだから。よし。いや、ご飯は出ないので、どっかで探して食べるか、まあ、あの、ライダーハウスについて、なんかありますかって聞いてみようかなと思ってます。お、鶴田。自転車はリンリン。リンリン。通り道のリスナーキャンプ。なんか、頼りながらっていうのも、ちょっと違うかなと思って。あの、田舎に泊まろう的なのって、
明らかに迷惑かかってますよね。あれテレビだからってのありますよね。有名人だからとか、ああいうのはどうだろうと思います。いやでもまあそれぞれかな、それぞれかな。準備してますかね。だったらいいんですけどね。志願して、それもなんかどうだろうと思いますね。あ、謝礼を、あ、放送することに関する謝礼ですかね。自分の意見に、もし、うち、ウィンウィン、あ、なんかいいな、ウィンウィン。止まれ。止まった。あれ？ここまだまっすぐでいいんだっけ？自転車ギーギー言ってるんですよね。ギーギー鳴ってるのは現状ではありません。こっから、まあさらにこっち左の方行くとこかな。なるほど。まあ恩を売るではないけども、より親密になりたいみたいな気持ちが働くんですかね。なんか雲かかってるけど少し変わった感じ。スズメかわいい。誰かリスナー止めてあげて。止めてあげて。僕もロボさんと親密になりたいです。親密に。ギーギーは健康の印。健康なのか。ちょっと写真撮って。自分の名前を売るためにおもてなしするだけだから気から。おもてなし。おもてなし。もう夕日見えないですね、これで。3。おお。神の。やった。やった。日が暮れますね。これ津軽富士らしいですよ。こっちから見ると結構綺麗な形に見えるな。あの弘前から見た時とちょっと違いますね。秋の空。やった。気温はさっきからあまり下がってないな。最後もキャンプなしになっちゃいました。やった。そう、ご当地富士山、讃岐富士とかもありますね。讃岐平野なんでしたっけ、あそこは。香川県のかかし。あ、映りました、一瞬だったのに。そうですね、明日が。来週、あれ、週明け9月30日から、あれ9月30日スタートですよね、月曜日。いつ帰る。明日新青森から。このスタッフどうでしょうか。ただのカカシデスナーですね、それは。利尻富士、いや特にそういうわけでは。富士山か、羊蹄山とか綺麗でしたけどね。嫌な音がしてる。ひびが入ってたりしたらもうダメですね。実際、まあでも明日午前中、午後ぐらいまで走ります。新青森駅まで頑張ろう。薩摩富士も形綺麗ですね。ただあれは標高はそんなないですよね。音が。八丈富士か、近すぎてあれあんまり遠くから見られないんですよね。いや、お風呂も多分ないと思いますよ。ビアンキに。そう、フレーム、私も。
でももっと嫌な方だったと思うな、私のマウンテンバイクが行かれた時のは。持ちサミットの時は前日とかに寄り道すると思います。前は南三陸町とか行きましたね。うん、かけ流しのライハって何ですかそれ。でも北海道もだいぶ減りましたよね。うん、2年経ってないです。だから今ひび入ったりしたらちょっとどうかなって思います。斜里町のかな、斜里町のあのかけ流しのライダーハウスですか。斜里は私は床宿泊まってゴムボートツアーで知床岬の方向に行って熊見ました。歩いてる少ないですよね。大葉ラーメン、あ、今日の夕食ですか。1000円は風呂ついてないと思いますけどね。まずはついて、あの話を聞いてみないと。詳しく話を聞こう。知床は秘境中が熊だらけですね。あそこは冗談抜きに熊だらけです。で、知床峠を通る観光道路は、昼間は車とか人がいっぱい通るとこなんで熊は出てこないんですけど、朝方とか夕方は本当にやばいらしいですね。お、なんかこれまっすぐでいいのかな。あ、すいません、工事中。さて、今行き過ぎたかな、予定、最短路。スパスパスパ、あ、やっぱりちょっと今のところ右に行かなきゃ。最短路は変わらないのがロボユー。最短路、まあそうなんですけどね。そりゃクマが生活してるとこに人がいるんだから、クマも迷惑なお話だよ、行かれ。うん、今のやっぱでも向こう行った方がいいな。よいしょ、今のとこ左だ。お、釣るの。よっと。うん。いえ、そうですね。大きくなったら。ん？工事、迷い道。なんかそれは迷ってる人生の方が楽しいんですよとか言った方がいいですかね。そういうなんかいい感じのこと言った方がいいのかな。いや、結構街中ですかね。ちょっと、いや、田んぼが多いですね、まだ。お、らっしゃい。お疲れ様です。今のくねくねはなんで2回行ったんですか。あれ、道が出ない。よいしょ。ロゴハウス。ん？何をするなら？現在地が正しく表示されているのか。高い買い物、いやー特に。あと20分ぐらいですね、日暮れまで。SD カードは帰ってから買おうかな。まあ、今注文しといてもいいですね。ん？もっと来た道？もっと。あと5、6キロぐらいじゃないですかね。ロハウス、入んな。うん、明日で終わりです。
で、その後また好きな時に配信します。好きな時に旅行して好きな時に配信します。決して予定などは立てませんというか立てられません。まあでも年末旅行は決まってるんですけどね。あと株主優待券が11月末までだったと思うから、そう、好きなことやらせていただきます。年末沖縄ですかね。石垣島とか行きたいけど高いしな。キングフラッピーは無理でしょう。モチサミットは来月行きたいです。優待券もらっちゃいました、去る方から。明日最終回、お返し。じゃあこの旅行意外と走りましたよ。1日100キロ走ってないけど、どうだろう、500キロ600キロあたりですかね、全部足したら。もうちょっとあるかな。あ、30万いいですね。よくねえよ。感動のクライマックスとかそういうのないんですよ、私の場合。来週、そうそう、そういうのもまだ考えてないです。モチサミットは来週だっけ、再来週だっけ。来週だったかも。モチサミットは10月の何日だったかな。あ、疲れはですね、足の筋肉の疲れは割とあったりするんですけど、今回はなんかそんなに疲れてないですね。あ、屋久島？あ、19日ありがとうございます。19日って何曜日だ。まあ土日ですよね、19、20って。30日が月曜日だから、あ、なるほど。じゃあ3週間後ですかね。ささ来週ですかね。1000キロ走ってね。1日100キロも、100キロ1日だけ超えた日がありましたけど、それ以外走ってないんで、アベレージ70キロ前後じゃないですかね。60キロ台かな。寿司は今回食いました。寿司食ったのは、寿司食ったのは8食。今なんて、あ、今の置いてあったやつですよね。超えられた。こっから北上するんだっけ。10分、自転車だったらまあ割とすぐですかね。魚介天ぷらは食ってないです。これ北上していってもいいけど、もうちょい先から左回ったらいいかな。なんかつま先がちょっと濡れてる気がするな。なんでだろう。梅駅、木造駅ですね。学生時代はスポーツ一切しておりませんでした。パソコン部です、入ってたのは。まさきだけか。それだ。わざわざ自分でほじくり返してますけど、ちょっと今足先が湿ってる感じなんですよ。 JR 北海道がやり玉に上がってますね。今スピアーボールに上がってますね。リア凸はかなりされました。今日1回、昨日1回か、おとといはトラックの方と、トラックの方だけだっけ、先おとといは若い女性の人と、若くない女性じゃない人と、若くない、失礼だな、何歳ぐらいにそうやったっけ、USB のケーブルをくれた方。これじゃないな、もう一つ先か。何歳ぐらいの人だったかな。そうですね、でもその若い女性の
背後には車に乗った男性の影がありましたけどね。ちょっと向こうに渡って、もういい加減通り何度も通ってるけど、電線も入ってるけど津軽富士。若くない人、ありがとうございます。何歳ぐらいの方でしたっけ？私は顔は今覚えてるんですけど、結構年齢は分かんないんですよ、人の年齢が。下は20代から上は30代までは、20代かな、30代かな、20代の可能性が高いと思いますけど、どうですかね。USB AA 延長ケーブルさん、移動仕掛け、いや320円、こっちが300円台多いですよね。昨日泊まったとこも350円でしたよ。ただし石鹸シャンプーなし。写真、若いに、タイプ、タイプといえば R タイプ。高校の時ですか、高校の時は X1 だったかな。大学の時には PCE500 だったかな。先発料、ああそういうのありますね。バックあれ、いや違う、今のとこか。ちょっと待って、今の道かな。あ、今の道だ。いや、どっち下で変わらんか。日没までにはあと10分で間に合うかどうか。中年は PC 恋愛経験、ちょっとそれは言えないですよね。それを言ってしまうと人間じゃないみたいに言われるじゃないですか。ん、あ、 X68000、 X68000 大学に入ってからです。 X68000 プロ、友達に改造してもらって 16MHz スイッチがついたやつ。16かな、12だっけ、言えんな。何人くらい、言えんな。晩飯はどっか近くの店で。6万8000のこのゲームよくできてましたよね。パロディウスだとかグラディウス、PC100 はハンドヘルトだっけ。ん、言えんな。あ、覚えてないです。そうそう、覚えてないです。私はスムタウンズでした。あ、タウンズ、ウンズですね、ウンズ。なんでタを省くんだっていう、ウンズ。メモリ増設、そうそう。あ、ドラキュラ、そうですね。うん、エキスパート金持ちだな。あ、トンボが、トンボが、トンボがしばらく今ハンドルに絡んでた。うん、マックはほぼ触ってないですね。そう、スプライトジュース。トンボは好きだけど種類はよく知らないです。トンボは造形がかっこいいと思います。あと糸トンボがすごい綺麗、マッキントッシュ。糸トンボの青いやつとか、緑銀色のやつとか綺麗ですよね。ゴーテイ GT、 私は知らないんですけど、持ってますか。マッキン、役者、ああ、またこういうネタに。オニヤンマはスズメバチどうですかね。グリスアップ、和光の潤滑油は今朝刺してきました。ん、眠い。青森も日暮れまであと10分ぐらいです。宿まではほぼこれ直進したとこですね。
FD ドライブ、そうですよ。おすすめ。あ、猛禽類がいる。あれなんでしょうね。ワシとかタカ系のもうちょっと小ぶりのやつ。トンビでもない。こっち見て、こっち見て。てか横側見せて。いや、こう、フクロウ系でもないですね。小さい猛禽類。味噌サザエとかそういうやつ？あー、くそ。長寿直次郎？はやぶさとかなんかそういう。ちょっと今、こっち向いてくれなかったんで、撮れなかったです。猛禽類が、あー、チョゲンボウとかもそういうやつでしたっけ？トンビほど大きくない。あと、羽の感じも随分違いますね。はやぶさ。はやてはやぶさ。北海道のコンビニ何あるのって、それ知ってて聞いてませんか？それって、回答一つしかないんですけど。あそこにまた止まったんで。よっと。本当、バイクもありますよね。横が取れたか。ああ、そうそう、派手、そうそう。よっ、ああ。でかいバイクなんでしたっけ、ハヤブサ。七班とかですか。ロボさん、九州帰るときにハヤブサ乗ったんじゃないの。九州ハヤブサ、え、ハヤブサ九州博多まで来てましたっけ。東北新幹線では。あ、でも結構これ取れるんですよ。というわけで鳥に詳しい人に見てもらいたい。300キロ。イプシロン？これ見えますか？ん？こう、この辺りか。ちょうど今飛行機が。スズメ。ナイスエアプレイン。チョウゲンボウ、あ、ノスリとかなんかそういうやつかもしれない。飛行機。これ見てわかる人いるのかな。犬足は。これ猛禽類ですよね。このくちばしの形とか頭の形とか。ラブラゲ。まだいますね。羽の色はちょっとよく暗くてよくわかんないな。焦げ茶色っぽく見えるけど、焦げ茶と白っぽいまだら。お、抜かれた。飛行機は随分高いとこ飛んでましたよね。旅客機だと思いますよ。ホワイトイーグル？よし、マフをつけるか。ツイッターに。ちょっと手間かかります。Wi-Fi とか持ってないんで。また学生とかって昨日じゃないでしょそれ。また学生とか言われてしまうな。参ったな。3日前だっけ。お写真。追い抜くぞ、追い抜くぞ。今のは打ち抜くぞっていうどうでしょうネタを意識してました。ん？プラザ？あ、そうそうそう。発色の近くですね、そういや。発色の前2回目に通るときにあったんだ。ん？口コミ。ん？若いからなぁ。修羅の国ってネタにされてますね。群馬と一緒。みゆさん、ありがとうございます。23歳か。だったら9歳ぐらいサボ読んでますね。よっと。すみません。結構飛ばさないとスッと抜けなかった。
ゆず味知らないです。電動アシストじゃなかったです。今見ましたけど、え、もう切れた、早いな。あ、オートフォーカス、あれ、いや、オートフォーカスは手動にしてるはずですけど、ボケてますか。結構早かったですね。あ、今ここ分かりました。まあ宿まで持つでしょう。 PC はあと1時間以上持つ。いや、明日も多分放送すると思いますよ。ジョッパリ魂、え、オダンゴビオン、いや、今多分このタイミングで追いつかれると思う。ほらほらほら、みんなでツーリングか。早い人いたら追いつく、あの、ついていけないんだよな。ほら見ろ、今一瞬止まっただけでしたよね、信号で。やはりか、サークル系でしたね、コンビニは。うわ、私は自慢じゃないが速くないです。まあ自慢じゃないですけど、うん、あ、充電はできると思います。それは前提で考えてます。でも今まで電気がなかったとこ一箇所だけありますね、ライダーハウスで。室蘭のライダー、ん、左側、あ、これは暴風暴雪らしいですよ。道に入り込んでこないようにかな、風と雪が。帰ってくれ。車力っていう地名がありますね。車力と津軽市役所。自転車歴は99年からだから14年ぐらいです。あ、しげさん、電源ないの困りますよね。あの、室蘭のライダーハウスが、まあ言ったら白鳥の家ってとこなんですけど、管理の人がなく病院に入ってるとかで、あの、電気つけるための鍵を誰も持ってきてなくて、夜ど真っ暗なんですよ。ん、何が少ない。で、あの、私ともう一人なんか、介護士かなんかの、仕事してるっていう人がいて、で2人で部屋の中いて、で夏だから暑くて外、あの、まだ開いてるんですけど、若者が外通って暗闇の中にいる我々見て、うわ人がいるとかいきなり声出してびっくりしやがって、まあびっくりしますよね。おお、びっくりしたとか、なんかそんなこと言ってました。街灯から照らされて我々がいるのは見えるんですよ、暗い部屋の中に。壁に背を持たせかけてボソボソ喋ったりしてるのが見えるんですよ。あと、あそこで外に食いに行った時に、あの、野菜炒めが白菜だったのがちょっとカルチャーショックで、木造りは、ちょっと左手の方ですね。どうするかな、まあ駅前通っていくか。そう、覗かれてしまって。いや、当時10年ぐらい前ですよ、10年以上前かな。野菜炒めが白菜でした、キャベツじゃなくて。あ、違う、野菜炒め、なんだっけ、野菜炒めだったような、スタミナ炒めだったっけ。まあとにかく野菜炒め系の野菜がキャベツとかじゃなくて白菜だったので、まあ八宝菜、そうですかね。あ、五能線、え、岩木山神社って近くじゃないですか。ドア、あ、防災、あ、園長ありがとうございます。そう、男2人が五能線は実は乗ってます。あの、リゾート白神で秋田から東の城までかな、乗りました。白神山地にはそう言ってないんですよね。中には今日は近くの店でというか、ライダーハウスでまずおすすめを聞こうと思ってます。渡っとくか。
市街地になってきましたね。場所場所。あれ？どこにいるんだこれ。あれ？まだ向こうか。コンビニ。そう、コンビニ駐車場でかいネタはいつも言われます。全く駐車場が狭いところで生まれ育ちやがって。そう、そういうところをライダーハウスで聞こうかなと思ってます。まあ情報なかったら自分で適当に調べてコンビニで。そうそう、都会育ちのもやしっこは、あ、延長してない、そういえば忘れてます、ありがとうございます。まああと10分ぐらいですかね、宿に着くまで。広く、そうですか。二郎、ラーメン二郎はな、私は今一つ。知らん。北国に、軽トラ83万75万、そんな感じです。コンビニ？よいしょ。駐車場。そこら辺り、狭いコンビニが。トイレが。犬がこっち見てる、かわいい。今通ってきたのは何の店だったのかな？どっかの私有地だったのかな、これ。あ、中古自動車さんの敷地内か、今の。失礼しました。不法侵入した、不法侵入。塩ラーメン。ん？どういうこと？今の敷地内だったのかな？こういう、今回宿題使いすぎてるんですよね。よっと。あ、あれ猫か。猫だったら面白みがないけど、別の動物だったら面白いな。居酒屋。寿司有名なんですか、こっち。お、ちょっとふさっとしてる。駐車場で野菜。そういえば、同士道のコンビニに野菜売ってるコンビニありましたね。あれってどうにかなったんだっけ。こっち来い、こっち来い。とか言って来た猫は今まで一匹もいませんね。ウサギ。おう。私はこの曲が、この曲に弱い。弱いというか、私の頭の中で世界が終わってしまう SF のシーンと結びついてしまってて、なんかズーンとくるんですよね。マルカイラーメン。筒井康隆かなんかの、政府が秘密で作ったボックスがあって、終末戦争の後にそれがパカッと開いて、なんかレクイエムかなんかが流れて終了っていう。教習で、ここ線路ですね。悲しくなるっていうか、なんかもうおしまいだっていうイメージに結びついてるんですよ、あの曲。なんでそうなってるのかわからないんですけど。うん、こんばんは。これ星1、なんかそんな感じです。おう、本気だ。じゃあ、わあ、今日も綺麗ですね。今日も綺麗だ。あ、これも五能線ですかね。五所川原の城線、五能線。よいしょ。いや、今犬もものすごい身構えてましたよ。ロシア。いや、岩木さん。
で、木造駅はどこに、どこまで行ったらありますか？白神山地の麓ですか？白神山地はもうちょい南側じゃないですかね。岩木山って白神山地の、右上あたり、地図で言うと。あ、もうちょい。私はカレーぐらい作れますよ。何その私がカレーすら作れないみたいな。あのカレールーから、あの芋と人参とこんにゃくはないか。芋と人参と玉ねぎ、玉ねぎとあの肉を買って。明日カレー。カレーフラペ。これかな駅。焼きそばもうまいですね。麺類そうですね。彼氏が。お。裏口ないですねこれ。肉じゃができるできる。やった。なんかすごいですね。ああ。ようこそこの線へ。駅員の人が特にあのこの私には反応せずに。ここがですね。木造木造木造り。あの踏切みたいなものはないですね。っていうかここはなんで入り口があるんだろう。関係者の車が入るところなんですかね。電車じゃなかったんじゃないかなこれ。電車じゃないですね。電線ないから。そう木造の駅です。地元人。反対側からぶら下がるわけですかね。ドアも開かないのに。これは駅です。駅さ妙にって言ったらあれかな。立派ですね。で駅の前になんかえらい古い建物がある。でも無人駅ではないんだね。無人駅そうですね。今どっかでワンってあれか。向こうに渡れない。ワンワンを正面から見たらでかいシャコちゃん見れるのに。あんこだ。空港突破、わら。あれ、木造駅の正面でかい土偶があるみたいですよ。土偶？土偶ですか。建てのでかい部屋あった。いいな。人工林立体か。ロボちゃん、今回の旅を改装してみましょう。改装してみましょう。右折、ロボさんのうどんばっかり選ぶからだよ、わら。踏切ない。あ、危険ですので、線路横断はしないでください。すごい横断しやすそうなのにな、ここ。ちょっと待って、どこまで行けばこれ。どうん、プレアか。輪行か。どこまで行けばこれ、踏切渡、あの、線路渡れるんですか。長いな。渡れないですか。ある程度行けば渡れるでしょう。そんなバカな、まさか。今、ライターつけてます。遠く何ですかね。ずっとやってるからかな今回は。戻った方がここまで来て。うっそ。で列車来た。信じられん。4両だ。おっと。あ。リゾート白神じゃないですか。特急列車ですよ。確か2色だっけ4色だっけ。リゾート白神でした。でもちろん木造駅にはお停車する。4両あれですね。あの伊豆急行の、あの、海の側見た座席みたいに。なんかあの、いや違う、あれとは違うな。じゃあ戻るか。いや、レアっていうほどではないんですけどね。一生に一度。
追いかけるっていうか、まあ戻りますか。4両たくさん。こっちの鈍行どうだったっけ、去年見てるんですけどね、何両だっけ。あ、そうそう、クマゲラもいますね。う、木造駅渡れないんですよ、向こう側に。ああ、もう出てしまうな、追いつかなかったか。まあ、私はリゾート白髪見乗ったことあるんですけどね、なんか青いやつ。ん？音がひばり？ああ、出ましたね。すごいな、リゾート白髪を泊まる駅なのか、ここ。ここ。泊まってますか。トマトは声だ。今のはバッテリーか。バッテリーだ。もうめんどくさいな。めんどくさいな。じゃあフォトフライ再起動がてらかな。ん？ミニダックスフントみたいなのがいる。ああ、すいません。はいか。向こうの方で、ああ、なんかやっぱ嫌な音してるな。クランクっぽい。なんかまた。上がった。リロード願います。復活した。映像も復活してると思いますけど。来てますね。よし。で、来たのはいいんですけど、GoPro が充電が間に合わずに落ちちゃいましたね。また交換しなきゃバッテリー。三つ目だ。やっぱ朝から夜までずっとやってると、日本でも足りなくなりますね。結局まだ行けてないです。やめます。駅でチャリ担いで、担げないです。担いだら肩が死にます。赤ちゃんサクロ？ん？サクロ？バッテリーは落とすなにします。リゾート白神で歓喜でした。白神でしたね。別に珍しいわけじゃないんですけどね。リゾート白神はこの線も本数少ないから。客はあーちゃんと見てない。大正大正ですか。電車はローカルな感じがなんか好きですね。お力男です。もうないですよ。43歳にもなって、私42歳だから関係ないですね。でも結婚することが人として当然っていう考え方は
まあ生物学的に言ったら正しいんだけど、それを振りかざすのは格好悪いですね。あ、間違えた。交換しました。こう。ついた。厄年を踏んだり蹴ったりですよ。よいしょ。こうして。生物学的には年齢がもう無理。結婚年し齢たがらそう。一人旅ができないのですよ。俺は娘もできて一人旅でいか楽。パン、6、今年は誕7、生日イベントはどうなっていますか？9、おまじない来たの40。で、ロボさんは選びすぎなんですよ。メガネすぎ直接か。でもいいじゃんね。仮面食いすぎかな。ペドルが恋人です。このいや、先は何？壁紙？最新宅さんの方が良いです。うん。穴あき。なんか匂いに汚れてるな。ってことは尻も汚れてるのか？やった。よし。で、ここにもなんか踏切渡れそうなところがあるけど、列車は急に止まれません。線路横断はしないでください。だってこんなに踏切ないのおかしいだろう。キャリア完了。カリアキャン料。ん？ひどいですね。ここ踏切なさすぎですよ。まあこっちは田んぼばっかりだからっていう考えなのかな。で、この先、結局さっきのとこまでほぼ戻っていってますね。うん。車高器。車高なんとかって、あの土偶のタイプですよね。まだまだ都会では。うん。なんでこんな踏切が必要にないんでしょうか。必要にない。ああ、やっとあそこに1個踏切がある。しかもそこまでまっすぐ行けないと来たもんだ。踏切が、ん、あ、高架でもらおう。こうしないのか、できないのか、わかんないですね。わかんないっす。ん？それは面白いけど本当ですか？やーっと渡った。ああ。うわ、ガーッて合う。もうたり。やーっと渡って、渡ったら今度は駅の方に向かう道がないな。あの駅たどり着くの大変ですね。最初からこっち来てれば。その通り。うん。普段信号左赤だけど歩道を曲がらせてもらう。晩飯。ここになんか、うん、あの食事の店ありましたね。あ、山口食堂っていうのもある。ああ、この山口食堂ってのもいいな。コーヒータイム純純喫茶ってやつですか、あれ。床屋さんがあって、もう暮れてます。特に日が暮れてから15分以上経ってますね。突き当たり五能線の駅ですね。五能線は鉄道として人気あるんですけど、あまちゃんか。あまちゃんにもそういう描写が出てくるんですか。さっきのとこ見てありましたね。ライト、あの今私が使ってるライトですか。結婚してもするんじゃないかな。いや、どうだろう。あまちゃん面白いです。見たことないけど。これはエコノムフォースっていう猫。どうやって、新幹線で明日新青森から15時台ので19時台に東京に着きます。そこから新横浜までお金を出して楽に輪行するかどうかを。まあ、しないよな。いや、私はあのちゃんとか半沢直樹は見た、あの
見たくないから見てないんじゃなくて、テレビ見てないから自動的に知らないだけです。見たらハマる可能性が高いです。新横してほしいですね。目はザク、あ、本当だ。私があの駅を見て、私があの駅の様子を見て最初に思ったことは、メガドラ版チェルノブ、メガドライブ版戦う人間発電所チェルノブ、アトミックソルジャーチェルノブ。新幹線、わあすごい。反対側から見たと印象違いますね。考えてないわあ、盛り上がれません、盛り上がれません。下から見ると目が怖え。しかも片っぽをもうすでにあのチェルノブが撃って壊して、いや、あれって足取れるんだっけ。そんな緑色じゃないけど、デジカメ越したと緑色に。メモリーカードに空きがありません、そんなバカな。そんなバカな。今日はメディア受難だな。ちょっと、いや、ラスボスはなんかエイリアみたいなやつです、チェルノブは。いや、そういう話じゃない。やった。メモリーカードが、スリーにいるんですか、新幹線内。ボム、やった。こうして、デジカメ壊れてはいないんですけど、クンスカミアラハバキ？よし。マジナワレ、そうそう、呪われたはマジナワレたというもんですよね。キーさんに、そこまでやんない。アクセス中、管理ファイルが、お、今何が起きた。管理ファイルがありません、実行。おいおい、メディアがエラー起こした。ちょ、管理ファイル修復中、しばらくお待ちください。できた、完了しました。ようやくよし、ようやく写真が撮れる。なんかいろいろ起きるな今日は。せーの、緑色、あ、これが緑色なのか。異星人、あ、また電源切れた。これバッテリー切れか。画像は消えてないと思います。バッテリーが、バッテリーの残りはどこに出てる。バッテリーフルなのに。だからこのビューには画像がありません。ちょっとどういうこと。あれ、写真撮れてない。あ、また消えた。いかん、デジカメがなんか今おかしいです。写真撮れなきゃ死ぬ。あ、iPhone で撮っとくか。おっ、鈍行だ。1両、2両、3両。3両だ。3両でしたっけ。そう、苦労して。撮れるか。いいよ。画像処理中です。よし、写真撮れた。キハ、これは何系ですかね。40、あ、北所属ですね。キハ40って書いてあります。
で人乗ってないな。こっちの車両0人だ。あ、土日よ。後部、あの最後部車両は0人でしたね。厳しいな。うん、赤字路線。あれ今わかり、今いつ消えたっけ。あ、もう52分。ライダーハウスに18時って言ってたからもう急がにゃ。デジカメ今撮れました。で、土偶の駅の表が撮れてないんですよ。するんですね。無人駅よ、土偶の呪いだ。こんばんは。しかしすごいインパクトですねこれ。緑色にするなこれ。このサイズだと怖いですね。目光るらしいです。水曜土偶でしょう。なるほど。都心部の明日、うん、それでもいいですね。お、遮光器土偶。古代の謎とロマンに満ちた遮光器土偶。津軽市の亀ヶ丘遺跡から明治20年に出土した遮光器土偶。やっぱ、あれ？また、ライダー、ああ、蓋が閉まりきってない、これ。危ねえ、危ねえ。あ、延長6分か。多分宿に着く方が早いと思う。ちょっと待ってください。あとグワグワとか言ってるあれはなんだ。あ、カモの群れだ。カモの変態だ。グワグワ。宿配信は一人だったらできるかもしれないぐらいですね。カモがグワグワって言いながら飛んできました。あ、ここにも矢でも鉄砲でも持ってこいのチャンスって書いてある。あのポスターなんだろう。まあでも急がなくてもいいように延長しとこう。緑色ぐらい。あ、明るさ調整もしますかね。ぐわぐわ。うん、変態とか。ぐわぐわ。あれどこだ。あれ、あ、はぐれたやつがいる。一羽だけ。あ、いや、いたいたいた。あれだあれだ。かわいい。うん、しまった。ぐわぐわぐわ。結構カモ飛びますよね。カモの変態見えました？で、延長しといて、まあどうせすぐ終わりますけどね。ニルス、ニルスはあれ、カモの中に紛れたガチョウでしたっけ。あとガチョウの名前、モル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 テン、モルテンだっけ。ニルスの下の人は問題ないっす。で、この、この、そう、四角い光になるんですよ。この建物古いけど何でしょうね。ガガガ。これまっすぐ行って津軽警察署のところを橋渡る。よいしょ。気づき。やってたアニメですね。で、これが食堂かな。うん、メニューは見えない。まあでもライダーハウスで聞いてこよう。飯と風呂。今のが新聞食堂じゃないですか。うん、カモナップニュース5大号。本当駅の近くにあって古そうでしたね。うまいですか。いや、まずはライダーハウスにチェックインしないと。行って荷物置かにゃ。虫がほっぺたに飛んでった。
飯より宿チェックイン。ほぼ全員でやっているようなところなんで、ライダーハウスっていうのは。だから遅れると失礼なんですよね。ああ、そうそう、私もそれの印象がなんか妙に強い。はい、遅いな。大変ですよね。どこだろう、他にライダーの人がいたりしたらびっくりするな。まあ臭いとこもあると思いますけどね。もう本当に大学生のノリですよ。いやっと飛ばす飛ばす。うん、あ、10時仮面ライダー。うん、年齢制限はまあ、ただあんまりなんか、あの、高級というか、ちゃんとした、あの、対応を求めるような人だったら断られるんじゃないかな。あ、ここ商店街？よ。クリオネは、クリオネ年齢制限あるんですか？ライダーハウスですよね、クリオネって。警察署の前です、今。で、青いですね、あの明かり青いですね。妙に青いですね。今年から、なんかあったんですかね。ちょっとあまり青いから写真撮っとくか。撮れるか。青すぎるだろ。よいしょ。なんか青い光が、犯罪者の心をどうこうでしたっけ。つらい。取り調べ見えた青八官房だって。SDカード。端っこに、そうですか。間違い。あの、アンドロメダ病原体って SF にその話出てきますね。あの、こういう色はこうだから、あの、特別警戒を要する場所には全部にこういう色を使うみたいな。あ、どっちだ。右ですね。うん、右行ってちょっと斜め左前方に行って、うん、学校のすぐ近くでしたよね。学校の南側。あ、6時になりましたか。まあまあギリギリかな。ラスワーク、まあちょうどよかったですね。うん、うん、なじくです。オッドマン仮説でしたっけ。独身者を入れたらいいっていう仮説だったと思うんですけど、あれはアンドロメダ病原体のは、あれ実際にあるんでしたっけ。お疲れ様です。ん、こっからそこら辺入ったとこですね。左行ってで、どこ入る道が、右側に入る道があるはず。ん？今まで？いや、今回の旅行ではライハは今日は初ですね。バックパッカーズの宿っていうのは1回泊まりましたけど、2000円の。あそこはすごかった。さて、こっちだ。独身者なら、ん？オッドマン仮説の話はちょっとわかんないですね。で、ここら辺の元気が出る家って書いてあるところらしい。布団、まあ干してあるだけですからね。前だけ。元気が出る家、元気が出る家あった。ビートたけしの元気が出る家。はい。
着いたー。ここですね。到着。写真撮って。お疲れ様です。まあ安さではなくて、わわわ、天才たけしの到着。じゃあ、なんていうか、いや、ちゃんとした宿ではないんですよ。ちょっと今犬の影に入りました。犬から見えないところに。じゃあお疲れ様です。配信はここで終了です。うん、イベントいっぱいでしたね。高いイベントもあったけど。じゃあありがとうございました。お疲れ様です。じゃあ GoPro もここで終わらせます。ありがとうございました。